自分はもともと福島県出身なんで、まあ、青森山田を知って、まあ、青森山田だったらまあ自分が成長できるかなっていうのを考えて、まあ、県外、親元離れてっていうのを決めました。その青森山田を知るきっかけになったのって何かあったんですか？もう何年か分かんないんですけど、結構昔に青森山田てか青森のロナウジーニョって言われてる選手が青森山田にいて8番つけてたらしいんですけど、その選手、まあ、自分ロナウジーニョ選手が昔すごく好きで見てたんで、それの選手を YouTube で見て初めて知った。で小学6年生の時に、その時中学3年生だった段崎陸さんたちの代が北海道で全国大会中大連やってて、それを両親と見に行って、そこですごく目に留まっていいチームだなって思って、まあ、体験した時もすごく、まあ親切に環境もよく、できてたので、ここでプロになりたいなっていうふうに思って入学しました。クリューはまあ自分も、はい、山中からやってきて、まあ、6年目なんで、ずっと変わらずやっぱゴールに向かうパワーっていう部分ではやっぱ高校年代、まあ、それ以上の年代でもやっぱすごいものがあるなっていうのは思って、その嗅覚だったり、まあ、ボールへの反応だったり、まあ、自分が点を決めるっていうその強い意志をしっかりその得点で体現させてるってところが、まあ、自分としてはすごいなって思ってて、自分の代でも多分今までの年代でも多分クリューはメンタル的にもすごい上の選手に対してガンガン言えるっていうところが、やっぱ自分も見習わないといけないなって思ってるところではあるんですけど、まあ、そういうのってやっぱり自分に自信がないとできないですし、その自信をつけるためにどれだけ努力してきたっていうのはまあ見てきたところあるんで、まあ、多分自分の代でも一番体はごついですし、まあ、そういうところでもやっぱ一番やってきてる部分があるなと思うので、まあ、プレーっていうよりかはそのこうなるに至った過程が、まあ、彼は一番すごいな、まあ、見て分かる通り、ゼントはすごくボール出し能力が優れていて、まあ、ツーボランチ組んで、まあ、自分が前目のポジションを取るんですけど、まあ、ほぼワンボランチって言っていいような、感じで、まあ、自分が、まあ、ある程度前で自由に動いて、まあ、ゼントからも、まあ、後ろにいるからっていうのも言われてるので、そこはすごく信頼してますし、まあボール出し力だったり展開力っていうのは、まあどこの高校見ても、まあ、前途より優れてるやつは、まあ、いないんで、まあ味方にいてよかったなっていう印象が一番強いです。ちょっとこうしてよみたいなことがあったりします？もうない、あ、もうないっす。唯一ないっすかね。あ、唯一ない、はい、これもないっす。唯一ない、はい、なんか見てくれてるとこがあるんで、自分も抜け出したタイミングとかで見てくれてるのは全部だしみたいな、そういうところはあるんで、まああんまり会話とかしなくても通じる部分があると思う。セカンドボールを拾うことに関してはやっぱり拾えないときって自分でも全然拾えないことはあるんで、まあ、そういう時ってやっぱり全然予測だったり感じれてない時だと思ってて、まあ、一番自分が拾えてるなって感じた時はやっぱここの位置にもここでタイミングで落ちるなっていうのが分かる時があって、そういう時ってやっぱりすごい頭クリアで、まあ、相手の状況も把握できてて、まあ、今ボールを触ろうとしてる選手がどういう状況でっていうのを瞬時に判断できてる時だと思って、そういうのをすぐ判断できるところが、まあ、セカンドボールより多く拾えているところなので、守備をするときに、まあ、意識してるっていうか、まあ、意識しなくてもできるようになったのは、まあ、相手の目線と、まあ、体の向きだったりボールの持ち方だったり、まあ、一番自分はまあ目線、相手の目を見るようにしてるんですよ、まあ、ここからシュートがない位置ぐらいで自分は守備することが多いので、まあ、その選手がどこを見てて、その選手が見てる先には何があってっていうのを常に見ながら、その選手がパスを探してるんだったら、まあパスコース切りながら、こっちに相手が行きたくない方向にどれだけ行かせてから奪い取るかとか、まあ、時間をかけて2枚目を
越させてから2対1の状況を作るとかっていうのを、まあ、考えられるようになって考えられるっていうのは、まあ、自分の強みかなっていう、まあ、自分守備の時は、まあ、第一優先はインターセプトを狙っていて、で、まあ、特にその自分がボール取れる時は相手がファーストタッチした後の、まあ、その当たるところで自分は、まあ、ボールを取るとしたらその場面が一番多いかなっていうふうに思って、その相手がファーストタッチした後の取りどころはすごく守備の時は意識していて、攻撃に関してはまあチーム内で要求されている、まあ、ゴールボランチですけどゴール前までスプリントして、まあ、得点取るってところはまあそれも嗅覚かもしれないですけど、まあ、大体転がってくるところが分かるみたいな感じのがあって自分の中で、まあ、ここに走れば来るなっていう。自分今アンカーのポジションとか、まあ、今年は来ると2ボランチなんですけど、まあ、ボランチになったのが中学校2年生の冬に、もともと自分中1、中2の夏ぐらいまではセンターバックをやってたんですけど、その中2の冬ぐらいに、まあ、今中学校の監督やってる上田さんと成田さん、成田コーチとかと話してて、で練習の中でボランチやってみないかって話になってボランチ起用してくれてて、でそれで中学校3年生からアンカーをやるようになったんですけど、まあ、自分としてはもうセンターバックではまあ自分はあんまりタッパない方なんで、多分ここでプロになって世界でやっていくってなったらだいぶ厳しいなっていうのを思ってて、自分はやっぱそこですかね、そこがすごいターニングポイントだったかなって思ってて、まあ、自分どちらかといえば攻撃的な選手だったので、もともと守備も好きだけど攻撃も好きっていう選手だったので、その中でセンターバックがなんか違うなって思いながらプレーした時期があって、あの時上田監督が言ってくれなかったら多分ここまで来れてなかった。その時ですか、自分が1年生の時にプレミアリーグで優勝したあの名古屋戦が一番印象深いですね。そこで得点に対しての貪欲なところのこだわりだったり、やっぱ嬉しいじゃないですか、点決めれば、まあ、そこが一番でかかったのではないかなというふうに思いますし、その試合があったからこそ、まあ、ゴール前に飛び込んで、まあ、ゴール決めたいっていう欲を持ちながらまあ、今でも得点を決めてるところもあるんで、まあ、そこが一番自分としては変えてくれた試合かなと思います。